吉田さん、竹中平蔵さんがパソナを辞めたらしいですね。正確に言うと8月のいくつかで辞めるみたいなんですよ。まあどんな役職についてる人もいつかは退職すると思いますので、ただ退職宣言しただけだと思うんですけども、まあ、竹中は何か陰謀があるんじゃないかって言い出す人がいるんですよ。まああるのかもしれないけども、でもだったらいつまでやるんだよって話じゃないですか。まあやっぱりね、なんかこう経済人というか影響力のある人になると何かやるにしても辞めるにしても何かと話題を呼ぶんですよね。アクセスの人、それが竹中平蔵ではないかなと言われておりますけども、その中でも竹中平蔵さんを最もディスってる人もまたアクセスを呼べるっていうね、まあそんなところがありますけども、いややっぱりね、人って話題が好きなんですよね。で、自分のためにその話題を捕まえたいところもあるけども、世の中で話題になってるから自分も掴んでおきたいっていうね、いわゆる同調圧力ってやつですか。みんなが知ってるから自分も知りたいみたいな。だから自分オリジナルの興味ってのはどこ行っちゃったんでしょうね。まあなんかね、いろいろありますね。あ、ちなみにね、今回ね、大日本帝国万歳というね、そんなテーマでお話しようかと思ってたんですよ。これ何かっていうと、サムイが届いたんですよね。で、この背中に菊が入ってるんですよ。なんかちょっとこう、暴走族っぽいじゃないですか、こういう国旗が入っていたりとか、菊の紋章が入ってたりとかしたら。それはなんでなんでしょうね。で、そもそも日本人である以上、祝日とか、なんかめでたい日ね、日本の国旗を玄関先に立てるのは別に悪いことでもなんでもないのに、なんか今やるとそれがね、軍国主義を助長するみたいなイメージになるんですよね。で、私音楽をやってる時に、そのミュージシャンでね、イギリスの国旗とかアメリカの星条旗とかをギターにこうね、パーッと貼ってる人がいたんですよ。まあちょっとなんかこう、音楽っぽくてかっこいいなみたいなイメージがあったんですけど、日本の国旗ね、日の丸をボンと貼ってる人がいたら、危ないやつみたいな感じでね、これは何なんでしょうね、この先入観はね。本当に危ないやつなんでしょうか。ということで、大日本帝国万歳。いってらっしゃい。